Oh! これはドワーフは優秀な取り立て屋だが、ゴミ一つ残ってない。クリーバーは徹底しろと言った。きっちり調べるぞ。死体は燃やさないとな。特に変わったものはないな。綺麗に掃除されてる。ここでは仕事が見つからんぞ、ウィッチャー。シダ駅姫の所長。ドワーフだってか。いいさ、何でも俺たちのせいにしろよ。出身地を言え。ベレンです。戦争が激しくて。ベレンは魔術と名刺。ちょっと待て、ウィッチャー。そういえば、ホワソンが俺を殺そうとした夜、なぜお前は外出してたんだ？偶然だ。女を買いに行ってた。証人もいる。証人がいることは疑わない。だが偶然については怪しいな。上に立つ辛さがわかるか？部下は口を開けばたわごとばかり。うんざりだ。こいつとおしゃべりの時間だ。ホワソンの居場所を聞き出せ。裏切ってない。絶対に。よせよせ、何も知らない。ジュニアの捜索を手伝うか。仲間をホワソンの隠れ家に送り込む。ウィッチャーの協力を断る手はない。俺の部下と一緒に襲撃してジュニアを隠れ家から引きずり出せ。お互いの利益になる状況だろう。話をするまではホワソンは殺させない。部下はせっかちだ。そこがいいところなんだ。抑えたいなら自力でやれ。わかった。よし。奴はギルドルフの賭場に隠れていると睨んでいる。もしくはビッツ地下の闘技場付近だ。部下を送る。見つけろ。
準備はいい。準備は。準備はいいぞ。合図で突入する。突入するぞ。疲れんぞ、ウィッチャー。おやらい、旦那は、こにゃくに、ワイ。だけど、こにゃく。間違いを犯したな。全員でかけろ。全ての道はマハカムに通じる。これはこれはリビアのゲラルト。思い知るがいい。半殺しだな。おい、聞こえるか？生きてるか？殺さないでくれ。そのつもりはない。お前は誰だ？悲鳴が聞こえたか？気にするな。助けてくれるか？名前は？リコ。リコ・メイヤーストルフ。なぜここに？どう見える？単に通りかかっただけさ。いや、賢いふりは俺には似合わないな。ベドラムの諜報員だと思われたんだ。そうなのか？まあ、そう思ったな。それでお前は何か掴んだのだ？ホアさんはレダニア人のグルだ。詳しくは知らないが、少なくとも奴はハチ顔だ。さっさと逃げろ。ありがとう。しばらく身を潜めるよ。助けてくれたことはベドラムに伝える。きっと礼をくれるぞ。ディクストラはジュニアがレダニア人と取引したのを知ってるのか？聞いたことがあるぞ。これはこれはリビアのゲラルト。ここでは仕事が見つからんぞ、ウィッチャクリーバーの部下か？そうだ、お前の指示をくれ。行こう、時間の無駄だ。聞いたな、突入だ。
扉の動きで床がすり減ってる。この壁の裏に何かある。リヴィアのゲラルトか、白狼と呼ばれるウィッチャーの。貴様は信仰心を害した罪で告訴されている。尋問のために連行するよう命令を受けた。武器を渡せ。まずは殺してみろ。奴は騙されないと言っただろう。貴様は鞭打ち刑になる。やりがいが増えるだけだ。魔女やウィッチャーについて話した説教師を覚えているか。信者の前で恥をかかせた男だ。代わりに儀式をやるよう頼まれた。貴様の葬式をな。
のようだ。ジュニアについて何か教えてくれるか。あいつの伝記でも書くつもりか。なら、あいつの父親のことも書くんだな。話を聞こう。ホアソンの父親、ホアソンシニアは最悪の男だ。恐喝、殺人、詐欺、何でもござれ。噂では教団の大祭司の弱みまで握ってるらしい。ジュニアは父親の特性を全て受け継いだ。死を愛する心を除いてな。ジュニアは夜の朗読会へ行く途中のシニアを襲い殺したんだ。あいつは父親の事業と人脈を即座に全て乗っ取ったのさ。ジュニアの店に行った聞いたとも。部下たちがそれを伝える順番争いで喧嘩を始めるところだった。みんな興奮してたさ。ホアソンのことはよく知ってる。それを聞けば逆上して我慢できないだろう。潜伏場所がどこであれきっとそこを出てくる。待てない我慢だウィッチャー。そして元気を出せ。約束した報酬だ。クリーバーはいい仕事にはたっぷり払う。お前ならもっと稼げるぞ。来い腰抜け。話せるか。いいと思う。何の用だ。ホアソン・ジュニアことウィリーはラドビッドと手を組んでる。なんと。その情報が確かならホアソンはおしまいだぞ。レダニアが嫌いになったか。俺の心情とは無関係だ。ホアソンは我々との協定を保護にした。これは明白な裏切り行為だ。どうしてもジュニアに会いたい。お前はまだレダニア人との接点があるはずだ。いや、だがお前にはある。説明しろ。テメリア人、入れ墨隊の元隊長、思い出したか。バーノン・ロッシュ。奴はオクセンフルト近くの野営地で部下と潜伏している。行ってみたらどうだ。喜ぶんじゃないか。